現在の体重は439キロ、はい、この中間は運動周回コースの方に進めまして、まあ、順調に回数もしっかり乗れてるっていう感じで、場所が変わっても、戸惑うことなく、すでに周回コースのこう調教を開始している馬たちの組に入って、戸惑うことなく同じようなペースでしっかり回ることができています。まあ、この中間も順調です。引き続き落ち着いてますね。大人見てるというだいぶ落ち着いてきたかなという感じですね。最初ちょっとね、やっぱ精神的に危ういところもこうちらほら運動の中にはあったんですけれども、その辺をこうだいぶ順地の方でクリアにしつつ、しっかりと走れるようになってきたのに合わせて、普段の仕草も随分こう落ち着きが出てきたな、我慢強くなってきたなっていう感じですね。まあ、ここから乗り込んでいってしっかり筋肉がついてくれば、もうちょっと数字上はこうあってもいい、こう全体の容量はあるんで、もっとちょっと水っぱらというか放牧されててぼってりした子だったんで、それをこうしっかり削ぎ落としつつ、ここからは筋肉に作り変えていくっていうタイミングですかね。なんで、まあこのタイミングはちょっと体重減っちゃうかなとは思ってはいたんですけど、ようやく腹回りなんかもこう乗り込んできてるなっていう感じの、確かにそうですね。イヤリングの馬から全然育成の馬にちゃんと変わった感じですよね。多分この間のツアーの時と比べてもまたさらにシュッと上がった気がします。ここからはそれほど太めとか重くて苦しい、動きが苦しいっていうのを気にせず、しっかり餌食べさせて、乗り込んでいけるかなっていう感じですね。